ございます。やっほー。もう夏休み、夏休みです。もう夏休みです。もうね、夏休みが始まって、あ、あら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 、ごめんなさいごめんなさい、ちょっと下がってきた。大丈夫です、おばんちがね、もう夏休みが始まってね、もう結構経ったんですよね。やばいよ、ほんとに。雨はね、結構今、結構宿題にそろそろ追われる時期になってきましたね。そうです、ちょっとね、頑張ろうほんまに頑張りますね。おはよう、おはようございます。とといこうえん、ありがとうございます。ありがとう。公園ぶり、あ、生誕ぶりで楽しかった、楽しかった、可愛かった。連番ですか、あれたまたまか、どっちなんだろう。おはようさん、おはようさん、ノイダンファーストラッピー、おはよう。あ、今日のね、10時からバチバチ NMB48 のチケットが取れるみたいなので、皆さんよかったら遊びに来てください。31日やったかな、1月31日ですね。もうほんと7月の最後の思い出だと思うので、よかったら来てください。明日はよ、千秋楽でほんまにな、悲しすぎかな。でもね、アミさん、これ物上書きにも書いたんですけど、多分ね、まあその千秋楽が終わるっていうのも悲しいんですけど、その悲しいよりも多分千秋楽が終わって1週間ぐらい経ってもまだなんか予定表に千秋楽、あ、マジだ、時代交代って書かれてないの方が悲しくなってると思いますね。もちろん終わるのは悲しいけど、そんなすぐに終わる、終わったなって実感がないやんか。だからね、なんか千秋楽の時も悲しく思うけど、より一層悲しく思いそう。そうですね、まあライブとかあるから早め早めにしなあかんし、そうやな、もうそろそろね、練習とかを立て込んでくるのでね、頑張りましょう。時代頑張れ、ありがとうありがとうございます。応援してください、宿題ね。今日も暑くなりそうよね。そうですね、めっちゃ、でもなんかね、暑いんですけど、なんだろう、今年の夏全然暑いけど、なんか暑って思わないんですよね。まだ晴れかな。もうめっちゃ暑い日がまだ来てないからですかね。なんかね、なんか全然今年暑いけど耐えられる暑さなんですよ、全然。そうですね、まだ8月ぐらいにトップクラスが来るかもしれんからな。ナイダン、オハオハオハ、おはようございます。そう、バチバチはちょうど1年ぶり、あ、17時か、ごめんなさい、あ、ちょ、合ってる。そうです、7月31日の17時からですね。おはよう、待ってますね。おはよう、おはようございます。ライブ終わったら同期ともあんまり会わなくなるんかな、どうやろうな。でもさ、これから休憩がどうなるかによりますよね。それはどうなるんやろ、まあチームかな、どうかわかんないんですけど、まあ分けられたら、まあ会わんくなるんじゃ、ほんま寂しい、嫌だ。そうなんですよ、多分その日に実感するよりも、それこそ休憩と遊ぶ機会がなくなったり、休憩と全く会わんくなったり、チーム離れた子の会わんくなったりで実感するんでしょうね。だって初めに昇格したさ4人おるやん、バカタンは結構なんか比較的4人の中でめっちゃ合うんですよね。合うんですけど、他の4人は本当に、あ、3人か、
全くね、全然合わないですね。マナミンとかね、合わないですね。ゆかさんとか昨日は天神祭の花火見てたよ。テレビね、やってましたね、花火。みたいな配信あるから7時が好きって思う。あ、ありがとう、嬉しい。あ、今7時が好きです。なんでかっていうとラッキーセブンだからです。あいつ単純な関係なんですけどね。アミは数字は1と3と5と7と10が好きです。1,3,5,7できたらさ、9も好きやろって思うやろ。でも10が好きなんですよ。なんかね、暑くないって思う理由は、あ、お仕事行ってきます、頑張れ。なんか公園がもう暑すぎて、しかもね、初めの3曲ってめっちゃ盛り上がるのに長袖やからもうすごいね、暑いんですよ。もう本当に南極に行くぐらい、南極よりも暑いかもってぐらい暑いんですよ。だからそれに慣れちゃったから、なんか暑い時に半袖着れてるだけなんかまだマシやなみたいな感じに思いましたね。それで暑いのがマシになりましたね。はい、おはよう。なみちゃんおはよう。アバターかわいい、ありがとう。そうね、めっちゃかわいい。皆さんありがとう、つけてくれて。まだもらえるかわかんないんですけど、星をこのルームにギフトを投げていただいてアバター変更してもらったら多分出てくると思うので、気になる方はよかったらお願いします。おはよう。そうですね、あ、ヨシミンとコヨタンはまだ公演出てるから会うですね。そう、135、アミコ、そうなんですよ。135番でアミコになりました。はい、なりました。よかったら135番って呼んでくださいね。9期なのに、確かに、けど9期は17なのでね、17だからいけてます。そうですね、あーでも9も好きですよ、もちろん。あ、南極は寒いんや。あれ、南国か、暑いのは間違えたな。え、北極、北極も寒いですよね。でも東極とかがね、西極とか東極があったかいんかな。アバターずっともらえるよって、あ、そうなんや。じゃあ皆さんもらってくださいね、ぜひ。みんなのパワフルなパフォーマンスが大好きですよって、嬉しいです、ありがとうございますね。え、レイナ浴衣着ると暑いって言ってたけど、本当なの、浴衣暑いですね結構。はい、ナミちゃんが暑いって言うんだから、きっと南極も暑いんだよ。過去震え声って、無理に暑くなくていいですよ。え、どこが暑いんですか、南国、南国か、南国ですね。わいは今年暑さ耐えられへんくて草野球休んでます。あら、頑張ってください。南国と南極は違う、あ、えらい違いや。確かに、え、南国が暑いってことですかね、多分。そうですね。おはよう。明日夜外れたけど、明後日の10期当たってた、おめでとうございます。10期生ね、ペンライトが決まって、え、なんかピンクと白がねいるらしいんですけどね、なんかブログ見てるんですけど見つけれんくって。誰ですかね、誰やったんやろ。みんなめっちゃいいです、かわいい。ペンライト
なんか同じ色で2色の子が結構多いですね。ね、南国はあっち、そうですね。南国フルーツ言うからね。8月、あ、どこ行った？待って、コメントが戻らない。赤道が暑い。赤道？待って。え、どこやった？どこまで行ったっけ？ごめんなさい、ちょっと分からへん。南国赤道あたりが暑いって。南国、あ、赤道って地球のなんか線ですよね。習ったで。赤道が何度と北緯なんかそんな何度に位置する場所は何でしょうとか、あとは北緯何度、あ、西経何度とか、あ、そう、西経何度、東経何度に位置するアメリカは日本との時間差は何時間でしょう。あ、日本が朝の9時、あ、7月24の9時だとするとアメリカは何月何日の何時ですかみたいな地理でやったことがあります。 小学校6年生の時やけどな。そうそうなんです、明日スマコネもあるんですよね。千秋楽もなんですけど、大忙しなんですけど、皆さん聞いてください、よかったら。コジリンさんドラマでね、よかったら聞いてください。はい、ブログで見つけたけど誰やったか覚えてないですけど、なるほどね、誰や、それが気になる。お仕事行ってきます、頑張れ頑張れ赤道ゼロだよね、そうやな。私は公演終わってから来ます、お願いします、皆さん聞いてくださいね。はい、あ、あと昨日ね TikTok 更新したんですよ。だからね、あの、まあ皆さんお仕事行く間とか行く前とか、あと着いてからの休憩時間とかによかったら見てください。あみね、今の前髪めっちゃ好きです。ちょっとだけ、ちょっとだけ重たい感じで、それで、でも巻かなくていいんです。まあちょっとは巻くけど、それぺっちゃんこはね変なので、ちょっとは巻くけど、巻いても巻かなくてもいいですよぐらいの、ほら長さがめっちゃ好きですね。言ってもらったんですよ、これぐらいの長さが一番いいですよ、ほんと前髪っていうのは。でもちょっと長くしてこうやって流すのも可愛いですよね。この長さだと流しはできますよね。はい、はい、あ、やばい、あくびしすぎ。コジリンとお仕事占うも全然なくて、スマホにだったのね、聞きますよって聞いてね、楽しかったです。あみね、最近キュウキでたまごっちを流行らせました。キュウキでも流行らせちゃいました。めちゃくちゃみんな頑張って進めてます。みんななんかレベル進むの早いです、すごい。はい、ほんと早い。昨日 TikTok めっちゃ可愛かったね、ありがとうございます。昨日はちいかわです。うーわーですねそれです、見てください。やっぱね、付け襟はめっちゃ可愛いんですよおはようございます。たまごっちやってるけど放置ゲームやってくれてるの、ありがとうございます。はい、皆さんもね、お時間あるときにやってみてください。普通に可愛いから。でもたまに可愛くないたまごっちも
行きます。アミは今誰やっけな、セビレッチかクチバシッチを育ててます確かですね。アミはね、ラブリッチ狙いっていうですね、可愛いから。あとはいるか分からんけどおじっち、このゲームにおるかが分かんないんですけど、おじっちもおったら狙おうと思います。ミミフワッチとかも可愛い。今の動画ちゃん随分ゲーですね。そうですね、めっちゃ見やすいしな。初代たまごっちは、あ、ソフトクリームの上を流すゲームだったなんて。え、アミがやってる今ゲームやってるのもそうですよ。あのパもうめっちゃ開いてなかったらリビングとかトイレとかいろんなところにね、あのソフトクリームの上が落ちてます。どうなんだろう、同時に何人も育てれるんで、一人ですね。一人育てきったら出ていく。で、マンションに住むね、この一人が。だけどね、マンションに住んで、独り立ちしたかなと思うけど、なんかご飯とかねだってきます。ご飯食べへんねん、自分で。アミに、ご飯買ってって言ってきます。まあ仕方ない。可愛いから許します。だから、ご飯あげたら、なんかお金だけね、もうほんのちょっとだけもらえます。おはよう、アミさん、おはよう、おはようございます。たまごっち学校とかの時はお家に置いてるの、それぐらいの放置は大丈夫なの、平気なら買おうかなって。スマホでやってるんですよ、アミは。全然死んじゃったりしないので大丈夫です。あの C っていうならそのソフトクリームの上が結構あの何ですか、置かれてるぐらいなので、あの大丈夫です、いけますよ。だからね、スマホアプリでやってるので気軽にできます。やってみてくださいね。そう、マンション経営をしてるね、なみちゃんなんで。あ、そうそうですね、たまにこそっとまるまるするところ見えるよね。なんやろ、まるまるたまにこそっと、なんやろ、なんでしょうかね。おはよう、おはようございます。そう、スマホなんですよ今、アプリにあるんですよ。だから皆さんやってみて、マイたまごっちっていうアプリですね。だけどまあたまごっちって言ったら出てくるですね。あとツイッターのフォロワーが6000人を行き来してたんですけど、5000人と6000人を、あ、やっとね6000人で安定しました。イエーイ。皆さん今このショールーム見てくださってる方はぜひあのツイッターフォローしてください。宮本亜美って知らんたら出てきます。お願いします、フォローしてください。後でおはようもあげますから、いいねお願いします。はい、昔子供まで生まれたけど全滅した、経験ある。そう、子供とかは生まれない、卵で出てきます。卵っちか、新しい卵割ろう、パキパキってやって、この次にまずベイビー期があって、その次にヤング期があって、その次に何々期があって旅立ちって感じですね。はい、おはよう。目標は1万人やって、目標はもっと、もうね限界まで、もう世界の全世界にいる人口の人にやってもらうかな、じゃまずはじゃあ1万人にしましょうかね。固定コメントに X と TikTok リンク貼ったらいいね。
そうですね。でもなんかこの固定コメントやったっけな、が文字制限があってね、リンクを貼ったらなんかすぐ終わっちゃったんですよ。だからこのアミのルームのなんか紹介文みたいな、このね、ここ固定コメントじゃない方の紹介文の方にはリンク貼ってるので、よかったらそこから飛んでください。ちなみにアミタは今の今ベイビー期ですね。今はまあそうですね、多分ね14歳とかやったらヤング期がな、なんかヤング期ちゃう、でもヤング期可愛くないから嫌だ可愛いやつおらへん。アプリのたまごっちはスマホの画面にお腹空いたとか早く寝させてとか表示されて焦ります。確かに急にね来るもんな。そう、ショールームのプロフィール欄にやってます。よしみん画面に YouTube と TikTok のリンク出てるの、なんでやろう、どうやってやってるんだろう。あ、みんな貼ったんですよこの前、まあ、そしたらね全然書けなくて、それでそのショールームのプロフィール欄の方も文字制限があるから、本当はもっとリンク貼りたいんですけど、必要最低限しか貼れてないですね。そう永遠のベイビー期でいてください。はーいどうでしょうね、おはよう。なんかやり方あるんかな、かな、調べてみますね、もう一回やってみます。それか更新されたりするかもやからわからないです。この前っていうか結構前かもなんですけど、3、4ヶ月前ぐらいですね、なんかヨシミンが固定コメントやってるっていうのを知った時やから、めっちゃ前ですね、半年ぐらい前かも、の時に一回書いたんですよ。それで貼ろうと思ったけど文字制限が出てきなかったのでやめました。はい、おはようの。そうですね、何の話でだっけな、忘れちゃったね。なんか今考えてたけど何話したっけと思って忘れたんですよね今何やっけ。あ、そうですね、あ、そう、そういえばね、365日の配信が平日になっちゃいそうなんですよ。あみやばくない、でも分かんなくって、そのリハとか、リハっていうかそのライブの練習とかがどうなっていくかが心配すぎて、ちょっとね本当分かんないんですよ。ずらしても土日にずらして土日の方が忙しくなる可能性もあるし、分かんないんです。それが助けてください。でも平日やったら見れること少ないですよね。そうなんです、どうしよう、本当に悩んでる、どうしちゃおうかって悩んでますね。悩みどころなんです。そう、そうですね、夏休み中なら冬休みでも配信見れる、確かに近くに備える確かに、それはまあそう、いつのライブで聞きないからな。
帰ってきてほしいですね、雪の。救急はいつでも待ってます。はい、いつになっても、あ、いつになってもできるだけ時間を合わせるよ。ありがとう。まあでも、もし平日だったらお昼とかの方が見やすいですね。ちょっと寒い、クーラーが効きすぎてた、ブルブルですね。あと11日やね。そうなんや、11日か。はよおはようございます。うわわうわがさ、頭から離れないですね。うわわたくたちゃおふんちかわちちいかわ。あのね、あ、そう、あのずっとさゆきちゃんとかに可愛いねって言われるときは、だいたいさゆきちゃんはかわちいなんですよ。それでかわちいってきたらかわやん、ちいかわ。そしたらかわってきてまだちいで、でちいでかわで、なんか永遠ループしてます。なんかずっとね、かわちいかわちいかわちいかわみたいな言ってます以上ですね。もうさゆきちゃんマジ大好き。もうね、かわいするする気なんです。かわいすんです、ほんまにかわいい。もうえ、もうほんと嫌なんですけど、キュキュと離れるの寂しすぎてさ、ほんまやばいですよね、きっと思うんですよ、やばいなーって。そう、どうしようね。泣いてしまいますね私もその行為聞きながら朝聞きながら髪乾かしてる。え、かわいい。あ、今じゃあこれから聞こう後で聞きます。聞きながらね、用意しますね。そういえばタンプレって全部届きました。続きはみたいなので開封しました。バーバたちからのタンプレはね、まだね、なかなか予定が合わないっていうのと、で、なんかあと欲しいものがね、絞れないっていうもので、まだもらってないけど、はい、ちいかまにはならんならんなならないですね。さゆきちゃん、あ、最近さゆきちゃんも中丸の好転グレフで、そうやな、なんなら好転より多いくらい。はい、ライブ前まで、ライブ前で会えるからまだよかった、確かに、はい。でも案外キュウキは離れてもずっと仲いいかもしれない。仲いいというか、まあ、仲いいのは仲いいけど、会うかもしれない、意外に。そうですね、気勢話しましたか。なんかね、話すほどは言ってないんですよ、話してはないけど、まあ、はようございますぐらいですね。でもね、ほんまに早く喋りたい。じゃあちょっとそろそろ今日の一のチャンシモさんのやりたいと思います。なんかね、アミね、朝はね、あのね涙袋が5つもないです。まあ別にいいです、なくてもなくてもいいですよ、うん。おはよう。キュウキだけでナンバラ公演やってほしい。それのやりたい、めっちゃ楽しいですよね。今後の願いはアミアナちょっと言ってグッと見えることにしますって。やばいな、それはやばい。今年はできるかな。今年は無理、もうちょっと大きくなってからじゃないね。
アバターゲットおめでとう、うん、猫がぶり中のやつほんまにな。おはようございますって言ったら、おはようございます、おはようございます、おはようございますって言うって言うから、こうやってペコペコってしながらね今育てる卵ちたみたいなお願いします。わかりました。ね、あ、今はちょっとね、何やっけ、何々っちやったけど忘れたので、あのアミが前回育てたやつにしますね。前回育てたやつは、前回も今も結構似てるんですけどね、ミス、ミスですね、これは完全にもう決めてるから。どんな感じで書くか、かけた、あ、ちょっと待って、かけました。じゃじゃーん、セビレッチとアミッチです。なんか怖い、ちょっとこんな感じ。オッケーですね。はい。はい、チーズ。ん？ありがとうございます。かわいい。かわいいですね。ね、本当に皆さん今日もアバターたくさん変えてくれてありがとうございます。ありがとう、本当に。それではね、終わりましょうね。はい、今日の昼12時まで第16次受付をしてね、8月31日の第1部がね、今受付してるので、よかったら行ってください。待ってます。じゃあ読みましょう。13位ゴルさん、ありがとうございます。12位ピロピロさん、ありがとうございます。11位マボさん、ありがとうございます。10位ひろゆきさん、ありがとうございます。9位さおちゃん、ありがとうございます。8位ひだかこういさん、ありがとうございます。7位べりまゆさん、ありがとうございます。6位まさやかさん、ありがとうございます。5位コスモライトさん、ありがとうございます。4位かにさん、ありがとうございます。3位まきまきちゃん、ありがとうございます。2位こにさん、ありがとうございます。そして1位はでんでんでんつかでんつかでんでんでん、チャンシモさんでした。ありがとうございました。ありがとう。それではね、また明日会いましょう。じゃあお仕事頑張ってください。せーの、チャンシモさん、じゃあまた明日会いましょうね。ありがとうございました。バイバーイ、またね。またねー。